ロビン・フランシス・ラスティグは BBC ワールドサービスと BBC レディオ4の番組を担当していた英国ロンドン市、ストーク・ニューイントン出身のジャーナリスト、レディオブロードキャスターである。サセックス大学で政治を研究した後、ラスティグはマドリードでヨーロッパの通信社、ロイターの海外特派員となり、後にパリ、そしてローマイとその拠点を移した。次に彼は、 英国の日曜誌、ジオブザーバーに内務省エディター、中東通信委員、アシスタントエディターとして12年間勤務した。1989年に彼は英国放送協会に入社し、レーリオ4のザワールドトゥナイトニューススタンドストッププレス、ファイルオンオや、ワールドサービスのニュースアワー等の番組を受け持った。 1997年8月31日に、ラスティグは、ダイアナ英国皇太子飛給史の公式発表の数時間後に特別番組を報道した。1998年の番組開始告知から2006年まで、彼は、後に、ハブユア星へと解題される、国際視聴者参加型番組、トーキングポイントにて司会を務めた。BBC ワールドサービスと、BBC ワールドニュースで、 最ル放送された、この番組で、彼が迎えたゲストには、ネルソン・マンデラ、タボムベキ、オルシェグン、オバ・サンジョ、ウゴ、チャベス、トニー・ブレア等がいる。後に、ラスティグは重要な事案に関する特別番組を、除いては、出演を、ザ・ワールド・トゥ・ナイトとニューズ・アウアだけに絞り、イギリスで1997年以来毎回、続けている、BBC ワールドサービス、 での夜間の選挙速報のみならず、2004年と2008年のアメリカ合衆国大統領選挙番組も発信した。加えて、イラン、イスラエル、日本、ロシア及び、ジンバブエを含む他の多くの国々の選挙についても同様にレポートしている。彼は、アフガニスタン、中国、イラン、イラク、日本、コソボ及び、メキシコ等の20カ国以上から、 ザワールド r l d t o を放送した。また彼は、BBC ワールドサービスにて2005年の、Looking for Democracy と2006年の、Generation Next の2本のドキュメンタリーシリーズを、執筆、発表した。ラスティグは2011年10月10日放送の、BBC レーディオ4-9の番組、アフタヌーンプレイでのジュリアン・シンプソン作の、レーディオ即興劇ダンスのお時間。 エイタイムツーダンスに本人役で主演した。そして2012年12月13日のザワールドトゥナイトと翌週18日のニューズアウアをラスティグはそれぞれの最後の出演とした。ザワールドトゥナイトの特別番組でソビート連邦の崩壊の最後の日にソビート連邦の首都モスカウから生中継を行ったラスティグは1992年に ニューヨークレーディオフェスティバルにて金メダルが与えられた。1998年にはトークニュースブロードキャスターオブザイヤーで金賞にあたるソニーのレーディオアカデミーアワーズを受賞した。1999年のザ・タイムズ市場にてジョン・ハンフリーズ以来のレーディオ会ではあらゆる場で最高のニュース司会者と見て間違いないと評価され、2012年には アゴヒゲ解放戦線より、今年のアゴヒゲ大賞が贈られている。2014年に公式ブログのラスティグスレター、ラスチグ、エスレターがインディペンデントブロガー部門で最優秀賞に選ばれた。ありがとうございます。